足の調子はだいぶ良くなったんですけどなんか今日今日はねローファーを履いたんですよ学校で学校に行く時にそしたらなんか靴でして痛くてちょっと今でも治りつつあるので全然いい感じに治療できてますね背景とギフトがハロウィンねなったねおつみいたんえめっちゃギフトありがとうございますヤッホーツインテール低め そう本当はね、こんぐらいだったんですけど、なんか高くなりました。そう、ミーター、明日はね、お休みです。ついに可愛いありがとうございます。メイドじゃないんですけどね、メイドっぽくなった。今日も顔ミータありがとうミータ二日間ありがとう。ーーとうたねえ、ありがとうございました。楽しかったです。赤と青の魂み,みたいな。何のことなんだ。え、この、 なんだっけハロウィンみたいなやつかわいいよね足の回復具合はいい感じん,んか全然前よりは多分踊ってない期間をあげてるので足になのでねどんどん治りつつあるんですけどちょっと痛いなって時もあるんで靴ずれ、ね、靴擦れがちょっと今痛くてなめになりそうでうわ水にな水みたいな、ね、野球のギフトねかわいい嬉しい野球のギフトだ たくさんありがとうございます。早く早く、早くするというね。そう。なんですよ。見たド服似合いすぎて。え、嬉しいありがとうございます。そんなに似合ってましたかこれはメイドのやつじゃないですね。靴のサイズ合わないのかなわかんないけど。うん。そう、巨人とベイスターズの試合も今ね、さっき見てました。まあ、ありがねえ、ありがとうございました。ありがとうございます。本当に。風船みたいやね。あ、それ風船か。 おつみたん。ね。あの、大好きな野球のボールもたくさん飛んであるし。昨日ありがとう、一日用に。ね楽しかったですね、昨日も。昨日はね、あの、終わってから配信したんですけど、昨日はね、ちょっと眠かったんですよね。元気になったみーた見れたら、そうですね、ありがとうございます、本当に。森選手、おそうなんですか。 出てる感じのえ見てないな見たいですね名古屋帰ってきてからあそう観覧車乗ったんですよそうあのね言おうと思ったけどね昨日はね言ってなかったんですよ実は観覧車ここ8万3 0すごいなすみちゃ乗るじゃん今日エスターバニーのキーホールダーつけていたえそうエスターバニーのキーホールダーつけて行った実は行ったここにあるけど <laughs> あのねいっぱい見られましたやっぱり みんなこれ可愛いんだけどね電車乗ってる時にねみゆの,の前にこのピンクのエスターバニューをつけてる高校生がいてあ色違いだって思ったんですよ昨日ポストが遅かったから心配してあ,そう,あそうそうそうみんな多分昨日ポストが上がんないなって思ったと思うんですよメールもなかな,か,なんかいつもさ終わったらすぐバッて、あのー、ポスト上げたりしてるのに上がらないなと思ったと思うんですけどそうギガがなくなっちゃって。 あのメールで写真あのん ?LINE で送れたりはするんですけど LINE とかは送れたりするんですけど文字は送れるんですけど写真が送れなくてそう写真が送れないからギガがんギガのせいで送れないんで遅かったんですよだからね全然で大丈夫です今流行りなのこのエスターバニー可愛い,いでしょ何色が人気だったのなんか妹はピンクを 持っててミュウは白なんですけど、でもなんかみんなピンクだから白にしようかなーって思ったんですけど、ピンクがでも人気かな。おつみいさん2日間ねありがとうございました。楽しかったです本当に。顔みいさんありがとうギガ増やしたのに無くなっちゃってそうなんかあのね使いすぎちゃうんですよ。あでも多分終電とかがあったりして外でその振り向いを見たりするのが多かったから。 スターバにーのキーホルダーそうスターバニーのキーホルダーめっちゃ可愛いからね白も可愛いよね汚れちゃいそうだけどえそうでだからピンクにしようかなって思ったけど多分妹はミーより汚すのでもう白にミーがして可愛く使いますミータも可愛いけどなありがとうございます嬉しい <laughs> ありがとうそうみんなと一緒はね自分だけの白のやつですおつミたタンありがとうございます 妹とお揃いなんですよママが買ってきてくれてみえが帰ってくる前にもう妹がつけてたから多分ねどっちかで選べたはずなんだけどまあいいかっていうでね昨日ねそう観覧車乗った時にねあのねうれしすぎたことがあって <laughs> って感じなんですけどであのね一緒に乗っていった方は誰だと思いますかそう乗った方がいるんですよで にゃんにゃんちゃんなんだけどあのみゆが一番最初にまずなんだっけピッピッっていうかな QR コードを読み取っていくじゃないですか観覧車までその時にあのなんだっけ行ったらみゆは最初ボーっとしてたりしてキャリーも持ってたからボーっとしててカードを見てなかったんですよ。 そしてなんか誰だろうなーと普通に最初気づかなくてずっと思ってたんですよそしたら見たらえってなって近子さんだってなって2人でえすごいすごいすごいってなって大喜びをしてたんですよ嬉しくないですか嬉しくてめっちゃ嬉しかったですそれ本当に嬉しくてなので次はねもうマリンさんとさくらさんを出したくてたくさん乗らないといけなくなっちゃう そううでですやにゃんですす可愛いいみんこありがとうございますやほーファンの人には会えませんでしたねなんかね多分多分会わなかったと思うんですけど観覧車だから何分もあの輪の,の中にいるからワ <laughs> っていうか観覧車の中に座ってるじゃないですかだから気づかなかっただけかもしれないんですけどなんか海外の方が多くて多分観光客がいっぱいいたんですよね。たたちのミユたちのの 前に観光客の方がいてあの目が合いましたいっぱい乗ってる時に面白かったです誰のカード優愛には誰のカード出たと思いますかそれは皆さんねあの配信で聞いてください聞いてください美羽 <laughs> は知ってますよ知っててあのね喜んでましたそれもで美羽さ1枚目が美桜丸さん出て2枚目が千賀子さんでチームエースの先輩で嬉しかった 誰だと思いますかね、ユアにはまだ皆さん知らないですよ。高いところが苦手でって言ってるのが純粋。あ、あんまり高いところは見るは好きじゃないんですけど、意外ともう2回目なので行けました。す,すごくないですか。こんばんは、おつみいたん。そう誰でしょうね。ユアちゃん出て、お、ユアちゃん出たよ本当に。 地引きすごいでしょみーも地引きできてめっちゃ嬉しいんですよ誰だと思いますかおお2 <laughs> 級ボールギフトだねそうなんですよ今ねいいですよね野球ボールギフト実は先日初めて観覧車えっそうなんですかそうなんですか観覧車はもうみーは何年ぶりかって思うぐらい乗ってなかったのでちょっと怖かったけど あの観覧車あそ,うでそれであの写真を撮ってたりしたんですよ一緒に写真撮ってたらそうユアニャンが立ってあの移動する時にあのなんか揺れて観覧車が怖くてそう怖かったですねで1回目ははなちゃんと乗ったんですけど2人でちょっと歌いまくってたら揺れたんですよだからねちょっとの振動でも観覧車揺れるから怖いそうミータンではなかったですね 2日間見に行ったの嬉しかったですねありがとうございました楽しかったですまた皆さん来てくださいねトークトークとこの応募券もらったのもらってないですねねもらってないですね昨日は誘いねありがとうございました久しぶりの方もたくさんいたし楽しかったですさつきちあさつきち出たんだねみあみゆ出た人いるかな出た人 水越しの上の観覧車乗れますか遠くから見てあああのちっちゃいやつですよね行ったことないけど乗ってみたいんですよ観覧車乗ってる時間そう長いけど下に下がっていく時はすごい早く感じるホワイトミータン可愛かったありがとうございます嬉しい青木桐香さんのカード出たけどミーちゃんの感じあそうなんですかそうねミエのねカード持ってた嬉しいですね押しの字引きえそうなんかえそうなんです何回も乗って何回目かで 出るのも嬉しいけどあの一発でその地引きをできるの,のの喜びをすごい知ったんですよめっちゃ嬉しくて <laughs> そりゃ観覧車ですかねそう観覧車はね揺れたりするんですよそう一人で乗ってなかったですよあの一人でだったらもうね怖くて乗れないですね <laughs> おつみーたんおぶくんく言わないとくれないいとれあそうなんだねでもさみーは多分さあのー、なんだっけトークトークトーク多分行けないので。 見に行けないからね。もしみゆのカードが当たってたらさ、当たらなかった人もね、出,くち,ゃう出ちゃうからね。今、あもらえばよかったと思ったけど。ギフトありがとうございます。引けないけど、もっと、あ、そうなんだね。もっと入るなみーたん3枚自引き。え、嬉しいすご。3枚自引きしてくれたんですか嬉しい。青木さんと西さんがやってるえ、いいな。もう今全部欲しいですね、でも。横浜の観覧車乗って欲しいねえ、横浜の観覧車は そうですねなんかめっちゃ高いところまで来そうここみんとれちゃんがやって「えー、いいな!」もう全部欲しいですねみえも確かにね <laughs> 確かにめっちゃ面白い今日も一度可かわいい、ね、んツインテールかわいす、えー、嬉しいありがとうございますツインテールはうさぎみたいにあそうで幕張のお話なんですけど <laughs> あのなんか コンビニにに行行っってアイスを買いに行ったんですよでそれでみゆが「PayPay ペイペイ」ってやったんですよでそしてな <laughs> んて言ってるか分かんなくなるかもしれないんですけど言ってるのかが分かんないって言われてちょっと話にならなかったんですけど「PayPay ペペ」をでみゆはあのなんだっけ普通になんかレジをしてたんですよでみゆが「PayPay ペイペイ」って言ってたんですよそしたら店員さんの方が「なんか p a ペイもミんなんか勘違いしちゃってミゆが多分上手すぎて勘違いしちゃって後ろの人にもなんかもう PayPay でお会計が終わっちゃったと思っててその人が多分あの笑いをこらえてたんですよだけどもう耐えきれなくなっちゃって笑っちゃって全員にコンビニティにいた全員の人が笑ったっていう事件があって <laughs> 面白かった <laughs> 自撃できなかったけど前申し上がるえ嬉しい本当に嬉しいな野球のギフトみーたんせんや寝そうなんかさ好きな野球の野球好きなので嬉しいですねスター観覧車のお乗り降りに行きますかみーたん大好きありがとうございます幕張から感謝でそう観覧車みも行くとは思わなかったんですけど なんか行きたいって届いてたんで、まあ、行くってなって行きました可、ね、愛い,いありがとうございますみーた大好きありがとうそんな変れないか、あ本当ですか?「みーた出て一1週間の間に170回えめっちゃ乗ってるじゃん170回すごいな、ね、ありがとうございますでもめっちゃ乗ってくれてるじゃん笑ってるそう なんかずっと結構でっかい声であの多分近くにいた人は誰でも聞こえるくらいなんかもうぼーっとしてたりもして「ペイペイ」って言ってたんですよ「ペイペイ」って言ってたら店員さんが店員さん2人いて多分上手すぎてもうめっちゃ笑っちゃってて <laughs> なんか1人の人が聞いててもう1人の人に助けを求めるくらい大爆笑してて。 それで見るとやあちゃんがもうそれを見て大爆笑しちゃって、<laughs> って感じで面白かったです、ね。<laughs> ペイペイ。笑ってんじゃん、そうなんですよ。もう、ね、確かに、お店の人ね焦ったかもしれないなのもう崩れるぐらい笑っててそんなに面白いかなと思ったけど、<laughs> このマネが上手くて店員さんけとかそうなんですよ。あの上手で気づかなくてでなんか。 それのせいか知らないけど最近すごい TikTok でペイペイの音を変えてなんかあの友達の音を変えてドッキリしてみたみたいなのが流れてきてなんかペイペイじゃなくてすごい大きい音を出してびっくりさせるみたいなのやっててえっってなりましたね。いつ確かに でも、火事件は10月いっぱい。来月から観覧車で12期のコメント。え、そう !12 期のコメント見れるんですよ。だからみんな見にてくださいね。犬の真似頑張ってねあ、そう。あ、ワオン。ワオンだっけなんかあるよね。ペイペイの真似が上手ってことね。そうそうそう。上手ってことだから。ペイペイ。ペイペイ。ちょっとむずいな、なんか。そう、コンサートの時のテープです、これは。 あのね1日目が終わってね結構12期がね客席の方までね客席の方まで行って走って行って撮りました横浜ね <laughs> 確かに似てるでしょうなんでそれをやったのかちょっと今まだに自分の中でもわかんないんですけどアリス持ちながらなんか「ペイペイ!」とか言ってたら聞こえてたみたいな。 今度高い位置のツインもしてみますね <laughs> 劇場公演でペイ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  <laughs> 幕張帰り,帰りに職場サンシャイン作会になってくるでしょう <laughs> 劇場行きたいねって話してたんですけどでもなんかさなんとか広場でさあのー、ライブやってましたね音がいっぱい聞こえたなんとか広場なんだっけペイペイの歌してるペーペーの歌あなんなんだっけなんかしてる 知ってる知ってる知ってる遠く街でそう遠く街でやるのでみんな聞きたい方は来てくださいそうツボに入ったゃ、ね、トー遠くでペーペ y p い可能なのかな可能ですねペーペーのどんなふうだっけそうリアルペーペー聞,き聞きに来てくださいねあもらってきましたみんなあ嬉しいもらってくれたんだこんばんは あそっか1回じゃなかったらねそっか1階だったから無理かだったかそれまあ初日のやつ決まり持って帰ったそうだよねでもさ走って持って帰りました3回目あ確かに3回までこれもう飛ばせばね2階と3階とかも飛ばせばよかった支払わずのペイペイになるいやそんなことないです最近ちょっとねペイペイにねしてますね コケティッシュツインもコケティッシュ,ュ,ュあそうグランドキャニオン広場ですね。雪上で特技を入っ,て入ってリコースで確かにあのね本当に上手ってなるかもしれないです。<laughs> ミータンは一部から握手会とか同ー会なのでね来てくださいねあのー、みんな名ぞすごい。 好評だったんですけどトナカイとか猫ちゃんとかポリスとかナースとかねやってみりますねあのコスプレはあんまり前回とかしてなかったんでちょっとしようかなと思ってしてるんですよペ a ペで天下を取るそう,そうですねペ a ペ p で天下を取りましょうね幕張が終わってしまった <laughs> みんなペ a ペ p ペ y ペ a 言ってるんですけどよくアイドルのライブやってえそうねよくねアイドルのライブやってるよねいいやでも 昔やっ,たやったことはなかったそこではトークトークそうトークトークトークしたところで LINE の,の着信音 LINE の着信音が着信音とか呼び出し音が今あれなんですよ BGM にしてて何だと思いますか多分ね分ねかかんないかない みんな、ちょっと当ててください。当ててみてください。おつみーたん。みーたんの自己紹介見せて PayPay し恥ずかしいな、でもそれになっちゃったら。メイト服って前に配信そう、前に配信でしてたやつなんですよ。で、なんか、配信で着るのと、トーク会で着るので、なんかね、全然違う感じに思いましたね。足の具合は結構今、順調にいい感じなんですよ。だから、このまま治ってくれれば。 可愛いいありがとううございますかんてでも今のその歌は最初見るねあのー、ちょっとまあインスピレーションにしてましたねインスピレーションにしてましたねで最近はでも k p o p なんですけどちょっとねどこのアイドルグループが忘れちゃったんですけどねどこだったかなちょっと忘れちゃいましたねそこのどこのアイドルグループがどうかはどこだった でもみエのそのすごい可愛くていい,くい,い歌ね好きなんですよこんばんはこんばんはありがとうございますゲストたくさんありがとうございますめっちゃゲストすごいありがとうビバージャイアンツ何それなんだろうカンダムスタイルあ知ってますそれはでもそれではないですねなんだろうこんばんはこんばんは おつみーたん、ありがとうございます。九時九分ですね。握手会の、え、見てます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 。たくさんみんな書いたことを言ってくれてさ。嬉しいですね。おつみたん。みーたほ、そう、みーたんは放送委員でしたね。

トゥ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 トでめちゃくちゃトゥで、ゥトでトゥ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 でゥトゥトうトっトゥトゥトゥトでトゥてましたトゥ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 でゥト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 ゥ でも最近あんまりなんかもうねあんまり曲 k p o p の曲あんまり聞いてないんですけどみあそう思い出したみゆが LINE のミュージックのやつにしてるのはなんかてちょっとね調べるあなたかなクマクマなんですけどテリーベアだったかなテ そうですねあれちょっと待ってください、ね、あそう k p o p のステイシーそう「ステイシー」「ステイシー」さんっていうアイドルグループの「テリィベア」っていう曲がめっちゃ好きなんですよ。 それがすごいね自分の中で好きですねグランパスはでもサッカーはあんまりわかんないんですけどまあ、名古屋なので応援してます好きな気持ちをセーブできずに反省してますいいですよ全然おえヒット打ったんですかありがとうございます風船放送委員の好きなえそう放送委員になったら好きな曲が流せるのでミウは好きな曲を流したいから給食の時に放送委員になってました リクエストされる期間もあったけどあのー、自分の好きな曲を流せてでもみーはリクエストされる時が嫌いでなんかリクエストされたらそれを流さないといけなくなるから自分の好きな曲が流せなくなっちゃうからそ,うその期間はねちょっと嫌でしたね。カコの写真を見返せたらーんの写真もいっぱいえ嬉しいいっぱいあるもんねいっぱいみんな撮ってくれて無意識ですよね。 スキーの曲は流してましたよねなん。フラストレーション流してましたね。あと「恋落ちフラグ」も流してましたね。あとは何だろう。うんと乃木坂46さんの曲も流してたしいろいろ流してました。身長伸びてえ本当ですか伸び伸び、ね、伸び伸伸びてましたか放送委員は「ハートありがとうございます星も」放送員は好きな曲。は 流せる特権があったんですよだからみんなめっちゃ人気でしたみんなやりたいって言って放送で歌ってくれればもう放送で全然ねマイクすごいマイクじゃなかったからね少しの方から聞いたけどさっきと話していたらみゆちゃんの名前が出て,てえっ、ー、嬉しい嬉しいそれはねめちゃくちゃ嬉しい嬉しいんだけどやった嬉しい

患者間ポスト見ましたね見ましたね皆さん見てますよ初めて聞いた初めて聞きましたか初めて聞きましたそう SK のああの日のシークレットベースも流してましたね何だろうあのね何だろう味になる <laughs> ひどいそうあのちょっと SK の曲とか流したいのにと思っててリクエストするなと思ってましたね <laughs> リクエストするとさなんかいろんな曲が もう何週間も流さないといけなくなって自分の流した曲流せなくなるから好きな曲流してました <laughs> リクエスト受けてあげてもうリクエストはいつも担当金曜日何曜日だったかなもうそれも忘れちゃった中学校の頃な何曜日だったか火曜日か金曜日か木曜日か水曜日どれかなん月曜日の便ではなかったんですけどどれかなんですけど毎週なんかリクエストとかあると「やだな」って思ってた <laughs> でしょうメイドさんかわいいありがとうございます今日はメイドじゃないけど放送委員の仕事じゃないのえそうでもリクエストの放送委員の仕事なんですけどあと体育大会とか文化発表会の時に放送委員がしゃべるんですよいっぱい喋っててでそれであのマイク持って喋るんですけど体育大会の時とかマイクに自分の声が入ってるって気づかなくて普通にあのめっちゃ仲いい子と一緒にやってたんですよそしたら。 あとミ恵の妹がのリレーやっててそれで「あの名前言いそうだった」みんな知ってるかもしれないけど一回言っちゃったから「頑張れなんか何々頑張れ!」って言ったら「入ってたんですよ」入っててやらかしました髪型ツインが一番好き」いやあんまりツインテールするけどあんまりしなくてそうあんまりなんか。 しないんですけど何が一番好きなんだろうねポニーテールとか好きですねでも何何小学生の時にファンショーンショを流してボコボコに正体さた <laughs> そんな怒られたんですか先生に前のアイドルグループの曲とかある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  CD 持ってたんですけど流したことありますね難しいな他のメンバーも好きな曲を流したくて細いんやった子がいてね え、本当ですか他。誰だろう。いいわ。なんだっけ、流しましたね。骨 <laughs> 格心拍数、確かに流したかったですね、中学生。中、まだ中学生だったら、流してたかも。そう、放送員の時はね、吸収の、給食、給食を早く食べないといけないという決まりがあって。放送員の時は。あとは。 放送員でやらかしたことがあって、なんか3人1組でペアだったんですよ。そしなんか初めての給食員の時からなんか友達が急に笑って笑ったんですよ。だから美以も笑えちゃって放送してる時に笑っちゃって。それもあもう初めて。だから焦って切るのを忘れて。もう3人で大爆笑したら入ってたっていう。<laughs> <laughs> sk の曲リクエストそうだからね。みんなが給食食べてたらね。 SK の曲をたくさん聴きましたねそうメイドの服っぽいんですよこれ確かにえめっちゃメイドっぽい今考えるとリクエストするな <laughs> そうリクエストするな間に合ったありがとうアナウンスとかもそうアナウンスとかもしましたね一年 A 組がリードしていますみたいな感じでまゆちゃんじゃないです妹はまゆちゃんじゃないです ね、でもなんかみゆはあのメールとかで「みゆ」とか「みゆは」とか打つ時にっていつもなんか「みゆ」じゃなくて「まゆ」とかなっちゃって「みや」とか「まや」とか「まゆ」ってなって「みゆ」ってなってめっちゃいつも書き直してるんですよ。放送員は放放送室でで給食を食をべてないそうですよそうです放送員は放送室で給食食べて教室に戻って給食をのお茶碗とか片付けてまた 放送室に戻ってっていう感じでした妹思いですよ放送員あるあるが多いですね <laughs> 初恋の踏み切りそうあのカラオケに初恋の踏み切りがあってあのー、2番とかちゃんと歌えるか心配なのでちゃんと練習して披露したいなと思って今回周年コンサートで踊れたり歌える曲が増えたのでたくさん披露したいなと思ってハキシャキ喋るのは 放送委員のおかげなんだね。あ、そうなんですかね。そんな気持ちがそうなんです。戻ってこれた。ありがとうございます。放送委員ってめっちゃ人気でしたね。放送委員のドットの曲、そう流した。流しましたね。流してました。<laughs> そう、放送事故が多分多くて、みゆ。あのー。中学校の頃は放送事故が多かったですね。うん。 バニーちゃんそうそうかわいいんだよねスターバニーのウサギ名賊じゃないんですよこれみんなにみんな言ってるけどね名蔵じゃないよ「み」って打つとみゆちゃんにえっマジですか「み」ミって打つとなんてなるんだろう「み」ミ「み」んだろうサインがみゆさんのサインが MIE だったえっそうなんですか確かにみゆさんって MIO だから。 水さんに放送委員確かに自慢しますね今度初恋の踏切ねめちゃめちゃ人気ですよねあギフトありがとうございますハッピーハロウィンのギフトありがとうございますあそうあこれは後で言う最後に言います真優、ま、さんはマリンさんでもえそうなんですかえそうなんだマリンさんでもそうかい,いな体育委員がめちゃくちゃ人気でええー、そうなんだでも今体育委員人気でしたね体育員 そう配信であの SK の配信では大丈夫です全然大丈夫なんですけど学校ではねたくさんやらかしましたツインテールかわいいありがとうございます放送委員に憧れたけど大体図書院あ図書院もあったけど図書院にはなったことないツインテールそうツインテールこんばんはこんばんはねメイドじゃないで書いとこうかメイドじゃないよ 福岡心拍数のさくらちゃんあ、さくらちゃんじゃなかった桜花さんか <laughs> のついてる犬見つけて今日すぐるえー、そうなんだあ、知ってるあの w i g のやつって言ってましたよねそうそう千賀子さん弾いたんですよあのね今ねあの後ろのスマホのの後ろに挟んでるのでね取り出すとね 充電してるんでね、ぐちゃってなっそうなので、明日の配信で見せますね。明日は朝配信しますね。看護部屋もやれたらいいですね。保険員だ、っ誰か具合悪くなると一緒に保険。ああ。確かにみゆも保険、保険係はやったことあります。保険委員も小学校の頃やってましたね。ついだから、受け身めどに、確かに見えるわ。 トナカイの時はそのの髪がかかされるんですかねトナカイの時はどんな髪型しようかなと思って、ね、楽しみめっちゃ全部 <laughs> 生活委員で生活委員でも生活委員って生活委員なんかあったんだあなんかあったわあったかな会長とかそう久々の朝はやりたいと思っててそう普通の私服なんですよ 朝,何時朝は7時10分ぐらいから始めれればいいなとは思っていますね朝配信にします明日12時で誰と仲いい別にでみんなと仲いいんですけどね誰だろうえっとみんなと仲いいかなみんなとは仲いいですねでもよくお出かけしたりするのはゆあにゃんとかはなちゃんとこっちゃんとよくお出かけはしますね 久々に早起,きるのそう早起きしてくださいね <laughs> タイに行って初めてのビーさんの観覧車のえいいな行きたいなみゆもそうサンタじゃなくてトナカイなんですけどそれにも訳があってなんかクリスマスといえばサンタだけどちょっとサンタじゃなくてトナカイに訳 <laughs> あったではないけどトナカイにしようと思ってトナカイにしたんですよ 黒のくめっちゃにえありがとうございますこんばんは最新ですね通勤運転しながらありがとうございますラミさんの話はね欲しいんですよねみもハロウィン仕様になってるから次確かに確かにコスプレぽいかもしれない <laughs> メイドじゃないですねそう起きてくださいねちゃんと 一緒にいますねあの出かけたんですよあの時幕張の時に出かけて観光してましたね「職場で朝何かいいことありましたか?」って言われてるえそうなんですか嬉しいみゆの配信を見てニコニコになって嬉しいです11月30日一部をポァったのでみたタサイン入りそれえそうありがとうございますみんな11月30日とかもうたくさん来てねあの名古屋ですねた次は。 会社に向かってるそうなんでですかでものさんの観覧車カード持ってるのえいいなめっちゃいいじゃんいいなそういえば昨年個別写真ってあそうだトナカイだったわトナカイでした、ね、行動力がないので行動力をなくても来てくださいね <laughs> サンタの格好をした音さんがその日は確かにみんなクリスマスっぽいの来てくれたらいいですよハロウィンハロウィンにユニバ行ったことある行ったことないですねハロウィンユニバ行ったことない 行ってみたいけどでもディズニーハロウィンならありますね起きてるから見るよありがとうございます嬉しい何時までやろうかな9時40分ぐらいだったらお休みメールもね送りたいのであそうだでそれであまあその後あとの方がいいかなそうあとにするわあとにするわって。 また配信見に来れたミエちゃん今日も可愛いねありがとうございます嬉しい名古屋買うね嬉しい名古屋ね来てくれみんな名古屋ミエちゃん大好きありがとうございますお酒かわいいねあ早速これお酒って言うんだいやにフットあるフットワーク軽そうどこでもい一緒そうどこでもね行きますね <laughs> どこでも行きますねバイマ明日早起きがんそう頑張りましょうね一緒にいやね早起きは意外といけるんで。 朝配信見ると元気な確かに朝配信から一日が始まるっていいことです火曜日は毎週嫌なの日なのあ嫌な日なんですか <laughs> 朝からみゆちゃんそうみんなね多分どの平日は嫌な日もあるかもしれないんですけどいい日にしましょうディーハローあディズニーハロウィーンね行きたいよねそりゃでも行きたいもんでもみゆは行かないんですけどみゆ以外の家族で行くんですよあのディズニー でも家はお仕事とかあって行けないんですけどちょっとねまた行きたいですねだから大島選手のあそうしてきてくださいね本当にもう皆さんでいっぱいしましょうコスプレはみーたんのパフォーマンス好きだから早く元気になってねまた元気いっぱいのみーたんありがとうございますいっぱい元気いっぱいのパフォーマンスをしますねパリアとか変わったんだディズニーのハロウィンは全然行ってないんでちっちゃい頃に行ったっきりだからそれは。 しないですね多分名古屋初日はち佳さんの生誕地おっじゃあいいですね可愛い,いあの赤色の楽しみうん <laughs> 前髪と触角の感じがいつもと違うえそうあでも前髪はね今日結構まっすぐに行ったんですよ昨日の SNS でこっちゃんが夢の国キャットさんのコスプレしてたあ本店とマンションだよね本店とマンションなんかハロウィンだから本店とマンションがなんだっけ あれだからミエの妹が絶対に乗りたいで言ってたんですよパレードっていえば昨日名古屋祭りでえー、パレードしてたんだお土産買ってきてもそうミえはお土産を買ってきてもらいますね何にしようかなと思ってもうちょっと今日見ようってお土産ありがとうございますギフト会社でイベント会社でイベントんだろうお祭りですか会社で 朝7時10分ぐらいからできればいいなとは思ってて。ミーターのカードディズニーそう、あ、確かに、写真撮ってきてもらおう。ごめんかわいい。ありがとうございます。明日は配信見ていい日になる。そう、一緒になれそうですね。足直して11月の近くの,の星田サん声で。え、出たい絶対に出たいですね。出たいです。ハロウィンの本店とマンションは、ナイトメアショーに。あ、そうなんだ。最近なかなか全部見てないからね。 新しい冬タイヤを買って求めのあそっかもうさ冬だから雪が降ったりして滑っちゃったりするもんね滑っちゃったりする早く次の東北学習会の日がねまだまだ先だもんね結構お祭りならいいけど大変なイベントが舞いちゃって <laughs> それめっちゃ大変そう日もそういうので、ね、ありました中学校で今日はいつも以上に首がえ確かにえ なんか確かに言われてみれば、なんか首がき麗今日。出勤前ギリギリまで配信を見ないと。そう見なきゃんですね、ですね。本当にギリギリまで。みゆちゃんのメールでしたけど、あ、そうそうだ、その話しないと。あの、地震今日あったの皆さん感じましたかね岐阜県かなであったんだけど、震度5で岐阜県。みゆは授業をしてて、授業,せ授業受けてて。何の 現代,現,代ん現代の文化、まあ、国語をやってたんですよそしたら急に地面がなんかドゥルルルンって揺れてびっくりしてで最初なんか,あの気,づかな気づかなかったというかこれあの地震なのかなとも思わなくてそういうのが地震っていうものを知らなかったんでなんか近くとかでさ東京に行った時にすごい橋 渡った時に東京の橋すごい揺れたんだからそういう感じだと思ってあの建物の近くにトラックとかが通ったら揺れるのかなとかも思って思ってたんですけど先生があ地震だって言ったらミュウのスマホがなんかあのすごいなんか「南海トラフが来るかも」って言われてるしすごい防災アプリをめちゃくちゃミュウ入れてるんですよスマホに。そしたらめちゃくちゃゃく音が鳴ってもなんか 見えるだけなったんですけどアラートかな鳴ってそしたらまたなんかちょっと揺れててえどうしようと思って初めてだったからめちゃくちゃ怖くてそしたら先生がすぐにあいっぱいいたんですけどバーって来てくれてそうなんかええー、ってなってすごい怖くてでもすぐ揺れも収まったから大丈夫だったんですけどちょっと怖くてびっくりしましたね。 初めて体感したのでその揺れをあのもっと大きい地震が来た時なんかやばいなと思って超怖かったんですよね大丈夫でしたかねここでつい今全然してないですねでも気づかなかったですか確かにこっち側は西日本かなでも愛知県とか岐阜県とかの方にすごいバス印がついてたからそう 5 5だったかなでもこっちは震度3とか名古屋とか震度3とかだったからそうすごいなんか地震ってあんまりどういうものなのかわかんないんですけどなんかなんかすごいこんな揺れてる感じこんなんじゃないけどなんかじゃーみたいな振動みたいなのがすごくてびっくりしてみゆの妹もその時授業受けてたらしいんですけどめちゃめちゃ揺れたって言ってて怖かったーと思って。 揺れたけどそんななに揺揺れれかったあです、ね、そう揺れたんだけど一瞬で収まった寝てた時あそうだったんだ一瞬だったからね一瞬だった何秒何秒とかもないけど学校にいる時の地震は初めて学校にいる時の地震は初めてだけど初めてですねなんか気づかないのがほとんどんだったけど今回なんか気づいて。学校にいる時 自信ではないけどなんかんか揺れてはないんだけどテストアラー,アラートを万が一のためにっていう時のテストで一回本当にびっくりしすぎてもう机の中潜る寸前まで行ったんですけど先生が「テストだよ」って言われてみゆ以外の人はみんな,なんか普通になんとも思ってなかったんですけど怖くて。 隠れ落としたけど大丈夫だったから怖かった。でも会社の事務所は揺れてあそうです。嫌 <laughs> だな。酒屋も揺れそう。酒屋も多分揺れてる気がする。机の下にね。潜ります。関東は地震多いから、ね、えー。でも怖いよね。日本って地震が多い国だから。さあ、そういうのいつか起き,きなんか起きるかもしれないって言われてるのもあるから、ビクビクしながら生活するのが怖くてなんか？ だなっって思って思そうんかみんな多分なんだっけ防災アラートを何,もか何個も入れてなくてミゆるだけなってびっくりしたでそれで来たからママにすぐに LINE して「どうしよう」ってそうだよね東日本大震災はなんか怖いですね本当に地震って。 災災害が怖いですね防災アプリ入れてるみんなかわいそうそういう意識でえそうかわいいかわいいか <laughs> あのねみんな本当に入れてちゃんと防災アプリを入れていつかそういう大きいこと大きい災害が来るかもしれない、ま、いつ来るかわかんないから対策ちゃんとして、まあ、どこにいるかなんだけどね怖いよなと思って本当に いや泣いたんですよ怖すぎてあの南海トラフが来るかもみたいな巨大地震つな関係してるかもしれないっていう時にもうそういうのはも本当に無理だから本当に怖くて「どうしようこれが最後だったら」とか思っちゃってもう怖くて本当に嫌だなって思ってますね怖いよ本当に本当に。本当に怖い そう気にすすぎもねねなんですよ、ね、怖いでもあの理科とかで地震についてとかめちゃくちゃ学んだから怖いなと思ってそういうことが起きるの怖い本当に嫌だ怖いですわミータンに合でてめちゃかえ嬉しいありがとうございますミータンのメールで確かにミータン のメールでみんな知ったのか。初めて感じえー、そうなのみーその時ちっちゃかったから分かんないかったけどでも名古屋も揺れたって地震より緊急地震速報の避難するとしたら何を絶対持ってきますかえー、っとお水は絶対に持ってきたいですけどでも避難することを考えると重いから近くの学校とかまで持っていけるかが心配だから。 あとは、まあ、食料はねお米とかがあればあと毛布とかがあったらねいいよねとマスクもあればいいよね、うん、いろいろ大切なものはあるけどさそういう時ってパッて絶対に出てこないから怖い急にちょっと怖い話をいっぱいしちゃって。 一、ね、つだけのほうかと大事です本当に意識は大事ですもう怖い話は嫌ですね怖い怖い怖いもうみんな絶対に逃げましょうねちゃんと逃げて全員安全に過ごしましょうねもういっぱい抱えて して逃げます好きのメンバーもかえそうなんだえー、怖い5年前ぐらいきキな長野のライブの時予備でお宅もの,そ,のそう全員のさスマホも急になるから怖いですよねやだ怖いニータンちゃは高い位置にいや微妙ですねそれも高い位置にあるのかな微妙ですね 怖い怖いですねどんぐらいなんだろう高さおつみいたんおつみいたんどんぐらいなんだろう高さ <laughs> こんなわかんないけどみーのくすとええー、本当ですかありがとうございますなくすと えどうなってんのかなもうね全然わかんないけど家家のことはそう怖いもう全部怖いからね、まあ、対策はしてですね対策してそう玄関にみんな置いとくのが一番いいですよね<ー>すぐにみんなどれか持って逃げるえー、本当ですか本当ですか,か足が冷たいななんか今日もすごい冬っていうぐらい寒さを感じた時があってで あ、寒いなーと思って思ってたんですよねうんかぼちゃありがとうございますスマホのほあ、そうなんだそう、寒くなったんだよね土日の気温さそうど土曜日は暑かったのに日曜日めちゃめちゃ寒くて幕張は結構寒かったですねね、今朝冷え込みましたもんね だから寒さもあるしまあ体調を壊さないように皆さんねヨーグルト食べて飲むヨーグルト飲んだりして体調を壊さないようにねしないと。 おすすめのヨーグルトあ、そうですね今東海のテレビさん「ちちやヨーグルトね」ねありますもんね苦手なんだけどヨーグルトね今日買いましたよおいしいですよヨーグルトはアロエヨーグルトもねおいしいよねあれ見習ってたくさん寝ると最近なんか周年コンサートの時とかあんまり寝れてなかったんですけど最近はちゃんと睡眠を取らなきゃと思っていっぱいね 寝よううと思ってますすヨーグルト苦手な人はどうすればいいえー、どうすればいいかな、まあ、早寝早起きとちゃんと睡眠は大事だし水分もちゃんととってくださいすいヨーグルト見売ってるかなスリッパ派あ靴下は絶対に履いてますねでも今日は履いてないですけどね時間がねでそれでちょっと今日の質問タイム質問じゃなくて投票機能は あのー、なんだっけあれにしたいと思います今まであのー、コスプレをして遠くから出たんですけど今までしたことがあるのは多分ポリスとんだっけポリスなんだっけ,ポリスなんだっけあうんメイドこれは披露したけどポリスメイド待ってなとポリスメイド そんぐらいポリスメイドそんぐらいかななんだっけそんぐらい、まだその2個かなみんな好き。そう。あと何したことあるポリスメイド、あ、そう、ドアラちゃん。ドアラ。あれコスプレなのかなその3つかまだ、したことあるの。狼はね、したことないですね。可愛いいよね。その3つかな合ってるかな その3つのつどれかをナースは違いますまだまだなんですけどその3つをハロウィンのハロウィンモズがハロウィンだし何かコスプレもしたいなと思ってなんその3つの中でどれ,どれを配信でしてほしいかなと思ってでもしたことあるのが多いけどポリス1番がポリスで2番がメイドで3番がドアラ投票してください。 こんばんばはそう配信で見たいやつをナース楽しみですそうナース初めて来ますねコスプレで見たみんなですけどえ本当ですかそう配信でしてほしいやつを言ってくださいあみこさんも迷ったんですよでもあのね 寒いかなと思ってそうさまあでも会場内あったかいしできたかなとか思うんですけど猫ちゃんもしてみたかったしポリスのやつをねあのー、前に来たやつじゃないやつをねしたくてなんですよね1番がポリスで2番がメイドで3番がなんだっけ何が多いかなあチャイナもね迷ったんだけどねちょっと寒いかなと思ってやめたんですけどまだまだ したいですね。でもそう、教師の。いっぱいいて可愛かったです。なあ、すみません。みんな大好き、ありがとうございます。あ、そう待って、忘れて、あ、待って、忘れてた。制服もだ。そう、制服もだ、待って、入れ忘れた。え。どうしよう。そうだ、制服も忘れてた。投票機能に制服入れるの忘れてた。ああ<ー>。教師。 教師流行ってるんかなかわいいよねこんばんはこんばんは、まあ、制服もねやり直していいんですかそうセー,ラー服とかなんかいっぱいあったわそういえばそれから別にやれるやつ全部やってもいいかまあまあそうですね制服は現役だからコスプレじゃないことにして普通にやりますね普通にやりますわということで 読みたいと思います。二十位、ゴンさん、ありがとうございます。十九位、エビミルクさん、ありがとうございます。十八位、マリナードさん、ありがとうございます。十六17位、テッチありがとうございます。十六位、ヒーローさん、ありがとうございます。十五位、ディーヨシさん、ありがとうございます。十四位、春流さん、ありがとうございます。十三位、シマッチ、ありがとうございます。十二位、チャロさん、ありがとうございます。十一位、マッピアさん、ありがとうございます。十位、カズさん、ありがとうございます。

じゃんサワパパ、ありがとうございます。ありがとう。ということで、じゃん。お2番。えなんだっけメイドか。一回メイドやったことあるけど、みんなメイド好きなんだ。じゃあ、まあね、メイドもやりますし、ポリスもやったり、ドーラムもやったり、するかもしれないですね。まあ、なので、多分、まあ、すると思うので、全部楽しみにしててください。明日は朝配信なので、 またそうあ,あのー、なんだっけなんだっけ予定表に入れるのでみんな朝ちゃんと起きてくださいそのコスプレ配信とかも楽しみにしてくれたら嬉しいですじゃあ皆さんおやすみなさいありがとうございましたあおスクショんともどうしよううーん 皆さんありがとうございましたじゃあおやすみなさいバイバイありがとう来てくれてたくさんギフトもありがとうございますコメントもバイバーイ